皆さんこんにちは、今日はアウティング禁止はカミングアウト禁止とセットでということでお話ししようと思います。昨日に引き続き山口県の男女共同参画化作成のこのパンフレットを素材にお話ししようと思います。LGBT 等の基礎知識というね、パンフレットですね。で、この裏面にカミングアウトされたらという項目と、それからアウティングについてっていう、そういうところがあるんですよね。で、まずカミングアウトされたらのところを読むと、カミングアウトとは、自分の大切な情報を誰かに打ち明けることであり、性的マイノリティの方が自らの性について打ち明ける言葉としても使用されます。性的マイノリティに対する偏見や差別のある中でカミングアウトされたら、それはあなたが信頼された証です。本人が何に困っているのか一緒に考える意識を持ち、相手を大切に思っているという意思表示をすることが大切です、っていうねことですよね。で、次アウティングについて、カミングアウトをするかしないかは、の選択は個人の自由です。アウティングとは本人の了解を得ずに、本人が公にしていない性的指向や性自認をその他の人に伝え広めてしまうことを言います。たとえ悪意がなくてもアウティングは重大な人権侵害であり、自死につながることもあります。誰にどこまで伝えているか、自分は誰との間で共有していいのかを必ず本人に確認し、絶対にアウティングをしないよう十分に注意しましょう、というふうにね、このように教えてくださっております。というわけで、アウティングはしてはいけないということなんですよね。で、本人の了解を得て、その了解された範囲内ならば伝えていい、こういう了解があれば、アウティングにはならないっていうね、ことらしいですね。で、書いてある通り、カミングアウトをするかしないかは個人の自由なんですよね。これは不公平だと、思うんですよね。アウティングは重大な人権侵害。人権侵害ということは違法になるということなんですよね。ということは、違法ということは、という評価をされるということは、法的に秘密を守ることを要求されているということになるんですよね。だから、これは守秘義務があるという意味になると思います。で、この、秘密を守ることっていうのは苦しいことなんですよね。精神的負担があるんですよね。で、しかもそのね、相手との間にトラブルになった場合に一方的に不利な立場に立たされるんですよね。本人はカミングアウトは自由だから、そのちょっとトラブルになったから相談したいと思ったら、自由に相談、自分の意思で相談できるんですよね。ところがカミングアウトされた方は、相談してたらアウティングと言われるんじゃないかっていうね、もう重大な人権侵害とか言われるんじゃないかと、怖いですよね。だから相談しづらいんですよね。そのうちにトラブルが深刻化したり、大変な被害を受けたり、手遅れになったりするんじゃないかなと思うんですよね。例えば同性から好意を告げられ、告白をされるって、断ったけれども付きまとわれるとかいう場合は、大変深刻な被害を受ける、侵害を受けるということになることもあり得ると思うんですよね。このように考えると、カミングアウトを受けると厳しい法的な義務を負い、精神的負担を負い、法的トラブルのリスクを負うことになるんですよね。トリプルパンチがあるということで、そのようなことは避けたいのが通常の心情というかね、通常だと思うんですよね。そういう心情も尊重しないといけないと私は思います。というわけで、やはりカミングアウトにも相手の了解が必要っていうね、ここをね、変えてほしいなというふうにね、単に個人の自由という書くんじゃなく、相手の了解が必要というふうに変えてほしいなというふうに思います。で、その考えてみると、その了解してくれるかって聞く自体、こと自体がカミングアウト風になるんですよね。ちょっとその具体的に言わなくても、それ性的な関係で何か秘密を持ってるなっていうカミングアウトになってしまうので、結局は
その了解してくれるかを確認すること自体がもうデリケートなことになるんですよね。ということは、まあ、結局は公にカミングアウトを受けていいと公表している人、まあこれね、まあ、例えばまあツイッターとかにね、私はカミングアウト OK ですよとかね、人ならまあねいいと思うんですよね。それかまあ相手からね、そのなぜかね自発的にカミングアウトを受けていいと俺は思ってるんだとかね、まあそのなんかの表紙に言った人とかならまあね、まあ了解してくれているっていうことになると思うんですよね。まあそういう人以外にはカミングアウトを禁止するのが、まあ、公平だと思うんですよね、うん、自分が望まない苦しみを拒否したいなら相手にも望まない苦しみを拒否することを認めないといけないというふうに思います。まあ、そもそもね、その、まあ、LGBT の当事者の困りごとっていうのがねここに書いてあるんですよね。で、まあ、この一番下に誰にも相談できないっていうことがね書いてあるんですよね。自分がその書いてること矛盾してると思わないのかなって思うんですよね。やっぱ誰にも相談できないのはね、困りごとだから苦しいことだから何とかしなきゃいけないっていうことでしょ。じゃあその解決方法としてカミングアウトされた方は誰にも相談するなよっていうね、ルールを作ってるっていうね。いやだから誰にも相談できないことって苦しいことだから何とかしなきゃいけないことなんでしょって、じゃあそういうルールは作っちゃいけないですよね。誰にも相談できないっていうのはやっぱり苦しいことだから避けた方がいいっていう考えなのに、なぜかこっちはね誰にも相談するなようになってるという、なんか非常に、まあ何を言ってんだろうなっていうふうにまあ思います。今このアウティングに関しては一橋大学アウティング事件っていうのがね裁判になってるんですよね。でまあ告白を受けた男性はまあかなりね、まあ精神的負担があったんだろうと思うんですよね。でまあその後裁判まで起こされたということで、まあ非常にまあ苦しんだんだろうなというふうに思います。でまあその裁判を起こしたされた男性、告白を受けた男性との間では和解が成立したみたいなんですよね。ただまあ内容は不明、まあ秘密に、なんかこれこそまあね秘密条項があるみたいなんで、まあ内容は不明というふうになってます。でまあそのどうやら大学との間ではまだ裁判が続いているような、なんかねウィキペディアの書きぶりでした。一審ではね、まあ請求棄却で、まあ二審の東京高裁でも請求棄却になったけど、高裁の判決の判決理由の中でアウティングについて人格権ないしプライバシー権などを著しく侵害するものであり許されない行為であることは明らかというふうにまあ書いてあるみたいなんですよね。まあ確かにそのねアウティングされたら人格権とかねプライバシー権、まあプライバシー権っていうのはまあ自己情報コントロール権っていうのことだと思うんですけどね、まあそれを侵害されるっていうのはまあ最もなんですけど、カミングアウトを受けた側は望まない表現を受けない自由を侵害されてると思うんですよね。まあ消極的表現の自由っていうんですかね、まあ、まあ表現の自由が侵害されてるんじゃないかなと思います。あともう一つはその望まない法的リスクを負わない、望まない法的義務を負わない権利を侵害されてると思うんですよね。まあこちらはまあ自己決定権憲法13条の問題だと思うんですよね。やっぱりカミングアウトを受けた側のその権利も考えなければいけないということで、まあこのようにね、一方は自由だけど他方はね厳しい禁止されるというね、まあ、これは非常に不公平だというふうに私は考えております。ではご視聴ありがとうございました。